じゃあお金行ってくるわ。あ、帰り頼むで。は？いや、迎えに来て、帰り。いや、いや、頼むわ。なんでなあんた、お母さんが頼んだことは何もせんくせに、お母さんが言ったことは何もせんくせに、なんでお母さんだけあんたの頼みば聞かなんとね、歩いて帰ってきなさい自分で。ちょ、頼むって。もう嫌です。あ、じゃあ分かった、おかん。何？洗濯もこれやるし、俺よか、お母さん自分でするけん。じゃあやるから、ちょ頼む、その代わりお願い。とこやん時ばっか。いいやろ、毎日手伝えて言おとたん。ちょやるから頼むで。なあ頼んで。よいしょよいしょ。あった。ここに入ってるやつだけだよな。うん、バンちゃんと閉めないよ、バンって。バン一回開けてからガンって。だからもう、それが手前で押すんじゃなくて、もうパンって一回閉めないで、カチャって。ガチャって、バンやっていいの？うんうん、カチャって言ったでしょ。好きやともわからんとか。わからんて。これはこれ、それ3回いや、え、3回でいいの？ちょちょちょって。3回って、もう何ちょちょちょって、3回押すだけだ。いや、前のやつはあの子粉末やったからですよ。3回押せば出てきます。うん、で、これはなんで、なん、一から教えなんて、お母さん。ちもうさ、久々やから、忘れてるから、やり方。ひろちゃん、久々やからやり方忘れとるって、そりゃ大きい声で胸張って言うことじゃないよ、あんた。恥ずかしいことよ。ねえ、お母さん洗濯とか家事とかね、あんたにさせるときはね、一個一個丁寧に毎回教えよでしょ。洗濯ももう何回も何回も教えたばってね、あんたが半年に1回とかね、3ヶ月に1回ぐらいしかせんけん忘れるとだね。毎週1回でも2回でもしよったらやり方は忘れん。それは何ね、久しぶりやから忘れるやろって。次は胸にね、張って言うことじゃない、恥ずかしいこと。はいはいはい、分かった分かった。これは何？30。うん、30のメモリーのとこも、もう覚えてよ。30な。忘れるならもう定期的にせ、もう週に1回でも、月火水でも月水金でもかけてせ。何言ってん、何久しぶりだけ忘れるやろ。ちょ、もうそれだけお母さんの家事の手伝いばしとらんってこった。で、もう何もかも忘れとるとね。じゃ、だから久々よ、これって。どれ、もうこれ直してます、出したら先に。はいはい。で、電源ば押すでしょ。はい。したらここのね、クリクリば回してこう表示にする。うん。そしてここのね、すすきのところば、ボタンの明かりは一番下のところする。こう、これ一番下に、うん、この光一個でしょ。はいはい。そしたらまたスタート押す。はい。これで OK。 はい。あーって、結局お母さんが全部したった。いや、やってよ、俺入れたし。だけど、もう忘れんご、定期的に手伝ってください、お母さんの仕事も。オッケー、これでオッケーな。じゃあちょっと頼むで、帰りなあ。頼むな、できます。なんか頼むな、お母さんも全部したた。チャンネル登録よろしくね。